ビローラマイクロ。よし、来た来た。よし、でかい。でかい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 。よし。オッケー。でかい。ナイスです。いい魚。でかいでかい。でかいでかい。超でかい。でかいよこれ。これは神回っすね。おはようございます。今日はですね、5月末の音楽にやってきました。今日は久しぶりのおかっぱりロケということで、一日ですねおかっぱりをしていきたいなと思うんですけど、まあまあ、最近の超過インスタグラムだったりこう SNS の、見てるとなかなか厳しい状況なんですけど、魚自体は、アフターだったり回復系がもう多いんじゃないかなと思っています。でそんな魚をですね今日は、D2 ホックのこうサイトフィッシングで脳進化だったり、沖の地形の地形をですねリキャプチャーのネイルリグだったり、これが新しく出たギルーラのでかいやつ、これのサイトだったりとかで、ちょっとそういう展開でですねやっていけたらなと思います。ずっと僕自体も、トップ50のですねプラクティスでちょっと広島の方に行ってて、1ヶ月ぐらいは音楽が触れてなくて、ちょっとどういう感じかっていうのはあんまり分かってないんですけど、ちょっと今回はですねちょっと位置から、魚を追いかけて、今日という日をですね攻略していきたいなと思いますんで、頑張っていきたいと思います。やってきます。本当ここは絶対そこに鯉がおるって思うんですよ。一緒にその手前でこの辺に俺いつも見つけたいんかな。おらんかな。おっとおっとおっと。こっち。そんな大きくないけど。うわ。そう。賢かった。おった。絶対こう俺のこと気づいたよな。ちゃうわ。マイク知るでしょ。2匹ちょっと痛いんやけどな、いいサイズが。けどなんかこの辺すごいうろちょろしてる。この辺にいたはず。おっとおっとおっと。うん、あ、2匹でかいでかいでかい、超でかいの来た。気づけ。いた。よし、来た。よし、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 よし。ビローラマイクロ。いいサイズ、いいサイズ。ちょっと向こうの階段エリアも行きますね。いや、ビローラマイクロ入れたら一撃やわ。ちょっとすごすぎるこのワーム。やっぱりちょっと本当のこれエビだったり魚に合ったサイズ感だから、すごい。ちょっと向こうまで引っ張ります。わー、3匹来てる後ろも。よし、あ、いいサイズ、いいサイズ。
OK 切った。よっしゃー、いい魚、綺麗。すごいこう今すごい3匹の回遊で泳いでて、で最初 D ツオック入れて、で反応しなくて、まあ見るんですけどちょっとやめて、もっとサイズ感落として、ここのエリアってすごいスジエビとかに多いんで、このビロラマイクロ入れたら一撃、見つけた瞬間すっごい飛んでったっす。これはやっぱ餌なんでしょうね。もう全然その魚のスイッチの入り方が全然、まあ、今欲してたものが多分これだったんだと思います。 D2 ホックでもやっぱサイズ感っていうのはちょっとこうちっちゃいんですけど、ファットだったり強いワームなんですけど、これはね多分本当のこのエビだと思ってすっ飛んできたんで、これが今こいつに立って一番欲しかったものなんじゃないかなと思います。いや、いい魚、綺麗。よっしゃ、俺のロケの時はこの沖にめちゃくちゃ構えたやつおったんですよ、フラットに。俺何言うかと言うとった。はあ、はあ、しかも俺グーってきたけど、今で合わせるとわざとらしいと思って送ってやろうと思ったら、でかかったっすか。そう、ディキャプチャー、やっぱこれなんだよ。よし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 、でかいでかいでかい、よっしゃ、抜きます。オッケー、でかい、ナイスです。いい魚、でかいでかい、ディキャプチャー、やっぱディキャプチャーなんすよ。オンガガ水系本気食いっすわ、丸飲み。いや、いい魚、かっこいいね。いやー、すごい。今のは 0.9g、ネイルリグですね。もう一番得意なやつ、これで釣れました。ナイスフィッシュ。いた、いた、でかい。網もらっていいですか。よし、来い、でかいでかいでかい、やばいやばいやばい、来い、でかいでかいで、超でかい、でかいよこれ。 D2 一撃、こんなの一撃させるってやばすぎだろ。やばいよ、超でかい、マジで余裕の50ペやんこれ。よしよしよし、ゆっくりゆっくりゆっくり、よし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 、はい、ちょっと網がよっ、片手じゃ入らん、よっ、よし、オッケー、取った、でけえ、よし、超でけえぞ、見たか、でかい、なんだよこれ、やばいだろ。これが恩賀川のモンスターでしょ。
音楽が水系稲木川のモンスターだろ、これは。やばい、見てこれ。 D2 一撃。なんだこれ、何センチあんだよ。でけえ、やばい、これはやっちゃったぞ。今日はできすぎじゃん。よし、よいしょ。さあ、よいしょ。じゃあ長さ測りましょう。よし、いくらあるんだろう。メジャーを濡らしてあげてくださいね。よいしょ。お、意外に口閉じ、お開き。はい、何本？ちょっと53。いや、モンスターすぎる。よし、これは神回ですね。 D2 ホックありがとう。そして犬鳴きのモンスターありがとう。先ほど釣れた53センチのモンスターなんですけど、今あそこに見える、ま、今ちょうど鯉がいるかな、ちょっとだけ大きな石の、横にいて、もう上流を向いてて、今さっきはでかいストラクションに対していたんですけど、こっち側に移動してきたんで、進行方向っていうか向いてる先の方の 1m 先に投げて、ドリフト入れて、もうバスの目の前までリーツオークを入れてやって、ボトム放置してあげたら、徐々に徐々にゆっくり近づいてって、でもう距離感が10センチ内に入った瞬間に逃がし入れたら、その変化球で一発でリーツに食ってきたんで、やっぱりこうああいうでかいストラクチャーに絡めるっていうことは大事なんで、今の魚は絶対そのあんな賢い魚だったんで、何もないところにキャストして投げるよりも、ああやってどこで食うかをパッと確認して、なら流し入れてあの岩の横で食わそうかっていう狙い方がすごいドンピシャであったなと思います。いやー、いい魚でした。